反対側いきますね。はい、反対の眉毛の下、山地区です。去年福島県の雇用労働課の事業で、県北地域基準づくり支援センターという部門がありました。これは仮設刈り上げの、イベントの、提案と、あとは、被災者支援の部門だったんですが、そちらの事業の一環で、こちらで、ハーモニー機構会さんを2月に、事業としてこちらで機構の事業としてお招きしてやっていただきました。札幌含めて近郊で8カ所ほどで教室をやっているんですけれど、すごく体調の悪い時にすりこぎ棒かなんかを使っていたのかな、ふと思いついていろんなところをやるととても楽になったんです。私自身が体がそういう状態だったので、私のオリジナルの広報なんですけれど、 3.11 の後皆さんがひどい状態の時に多分これはお役に立つだろうと思いました。それと私自身がそういう体の状態から今のことになったということも含めて、少しでも元気になっていただきたいなと思う気持ちがあって、ここでないと味わえない空気感だとかそういうものがあるので、今回で5回目、はい、ゆっくり皆さんがなるべく通常の生活に戻れるのを一緒に見ていきたいなと思っていて、ゆっくり続けるつもりでおります。3.11 起こった後にですね、やっぱりぜひ一緒に飛行、ワークショップやりましょうということで大津町とか、に入ったんですけども、もう大津町も体育館とかお寺とかそういう避難所でやって、本当に喜ばれて、皆さんこれやった後に体が軽くなったとか、少し、楽になったとか、四十肩が肩が上がるようになったとかですね、まあそういった効果がすごく目に見えて現れて、皆さんに大変喜ばれて、まあ、それでまた2回目3回目4回目と、続けてきました。私はできないとか思って参加されている方もいると思うんですが、みんな揃うとやってみようという気になって、棒を持つときっと気持ちが変わると思うんですけどうまくいかなくても笑顔、うまくいくと自信と笑顔になって、みんながこう一つになっていくので、すごく効果があるなと思ったのと、ちょっと出てきてくれればそこで気持ちも変わるのに、なかなか出てこれない人もいるっていうのが、なんとか知っていきたい課題なのかなと思って、うんうん、